はい、皆さんこんにちは上神工房のキリングダムです。あと本日紹介したいマグロショーはこちら。えっとワラキューレのファイナルライブの大阪公演のえっとグッズの位置とかフードの位置が公開されたのでまあそのご紹介をしようかなと思います。はい、今回の大阪公演のライブ会場はマルゼンインテックアリーナ大阪。まあ、元中央体育館とか言われてたところですね。名前が変わってマルゼンインテックアリーナとなりました。 はいでまあ、最寄りの駅は朝潮橋ですね朝、はいまあ、潮橋かもしかしたら人によっては弁天町 JR の弁天町から歩いたり、まあ、バスとかでもあるので朝、まあ、潮橋弁天町から歩く、まあ、バスの3択ぐらいになるのかなと思います、はい、あと自転車もありますけど、はいでえっと、グッズとかの位置ですねまず 2728とも、えっと、10時からですねライブグッズデジタルガチャは10時からでフードももともとは11時からだったんですけど10時からに変更になってますでまずライブグッズデジタルガチャなどの場所がマルゼンインテックあ,あのインテック大阪プールまあ会場のちょっと別側にあるところのさらに横側にグッズと まあ、あと展示コーナーがあります、はい、そこに置かれているので、まあ、グッズとか行きたい方はそちらの方に行ってください、はい、タイニーセッションとかも展示コーナーですね、はい、にありますでまあ外見る感じ外にあってまあ一応予報では雨は降らないので問題ないかなと思われます、はい、でフードを フードは会場の方ですね会場の方のちょっと近くの方にフードが設置されていますはいまあ,あの駅からちょっと歩く感じですねグッズの方は駅から朝潮橋の方からすぐ行けるんですけどちょっと歩く感じとなってます、まあ、はいでこちらの方に CD の方の販売もあるとなんでえっとあれだけだとグッズの横に CD 展示コーナーあったんですけど、まあ、CD グッズ買って CD もすぐ買いたいっていう方はちょっと今回歩かないといけないのでご注意ください、まあ、前回の感じからすると、まあ、CD はそこまで並んでなかったかな、まあ、10時とかだと並んでるかもしれないんですけど14時とかだと CD はそんなに並んでないので、まあ、先にグッズ買って CD とか並ぶのがいいのかなと思いますはい。 という感じでですね。今回はラストライブの大阪公園のま展示場所グッズなどの場所でした。はい、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロ情報のではいたしましょう。